皆さん明けましておめでとうございます。株式会社マイファームの西辻和真でございます。私たちは創業から自産自消ができる社会を作っていこうということで様々な取り組みをしてきました。この2022年は今までの農業の概念を覆すようなことをしたいと思っています。それは今までの農業はお腹をいっぱいにする農業というところが基本でしたが、私たちはお腹も心もいっぱいにする農業に変えていこうというふうに思っておりまして、この心をいっぱいにする農業とはどういうものなのかということをこの2022年示していきたいと思っております。新しい事業展開考えておりますので、引き続き楽しみにしていただきたいというふうに考えております。今年も皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。